阪神3301系、3501系電車は、阪神電気鉄道が、かつて所有していた、優等列車用の電車である。旧型車の置き換えという走力の増強を目的に1958年から1959年に、かけて、両運転台の3301系4両と、変運転台の3501系20両の合計24両が、 製造された。両形式は共通点が多いため、当記事内で合わせて記載する。また、本校では、越前鉄道の MC2201 軽電車についても記述する。阪神の車両大型化は、1954年に製造された阪神最初の大型高性能車である、特急用の3 0十一1 1型によって始まった。その後数年間は、 新車の増備はなく、3011型が特急を中心にラッシュ時や特急の運転時間前後に前で休行や準急運用についていた。その一方で3011系の投入に伴って阪神間の直通旅客のシェアが増加したほか、経済白書ではもはや戦後ではないと言及された経済状況の下沿線の商工業は活性化し、 阪神の新設軌道各線も、本線を中心に輸送力の増強に追われることとなった。1958年に入ると、いよいよ車両の大型化と高性能化を本格的に推進することとなった。7月に普通系車両の新車として、ジェットカーの試作車である5 0 0 1型が登場し、営業運転に就くとともに量産車の登場に向けた、 長期実用試験が行われた。また、喫茶店の愛称で知られる851、861、881型や801、831型が主力であった、急行準急用車両についても、3 0 1 1 k の実績をもとに、ラッシュ時にも対応できる3、扉ロングシートの高性能車両が製造されることとなった。 これが 3301.350HK であり、塗色も特急用の3011型や普通用の51001型と異なり、車体下半分を朱色に塗ったことから赤道車の名称を持つようになった最初の形式でもある。1958年10月から1959年8月にかけて3301型は4両が3501。 型は20両が製造された。製造所は3301軽前車と3512、3514、3516、3518、3520が、川崎車両3501から3519の奇数車が、日本車両製造3502、3504、3506、3508、 3510が、汽車製造である。全車が電動車として製造され、両県式とも単車走行可能であった。3301型は主に急行の増結用として、両運転台で製造され、3501型は、基本編成向けとして、奇数車が大阪向き、偶数車が神戸向きの型運転台車両として製造された。3501型は、 型運転台のため、実際に、本線上を単車で、営業運転することはなかったが、増結開放が自在に行える点が特徴と言えた。3011型は、全面非貫通で2扉のセミクロスシート車であったのに、対し、3301.3501型は、ラッシュ対策として、肩引き戸ながらも3扉となり、急行用として3扉のロングシートとなった。 前面は貫通式の3面折り爪として、窓上にはシールドビーム式の全照灯を設置し、一段奥に引っ込んだ貫通扉には連結時に使用するホロが装備され、その後8000系先行車まで多少形を変えながらも、引き継がれた半身車両の顔となる全面スタイルを確立した。急行系車両の標準となる上半分をクリーム色。 下半分を朱色とした塗装を初めて採用されており、同時期に人気を集めていた漫画、赤道鈴之助にちなんで赤道車の名前で呼ばれるようになった。屋根状には、運転台側にパンタグラフを搭載したほか、3011K の強制通風装置とは異なり、箱型の通風機を搭載した。このため、両運転台式の3301型は、 パンタグラフのある側の前面には高圧配管が通り独特の面構えをしていた。19メートル93、扉ロングシートの車内や貫通式の前面といった本形式で確立された基本仕様がその後9000点9 3 0 0線形といった最新鋭の急行形車両にまで継承されることとなった。台車及び伝送品は台車は 住友金属工業製、コイルバネ付けの FS-206 を装着し、駆動方式は直角カルダンが採用されている。主電動機は3301型が、東芝製 SE-516、3501型が、東洋電気製造製 TDK-858 から1バイトを、それぞれ4機搭載し、いずれも、 端子電圧 300V 時の1時間定格出力 60kW である。制御装置は、東芝製のポリエチレン -15A で 1C4M 方式であった。制動装置は発電制動不電磁直通式の HSCD である。3301K 及び3501から3508は、抵抗器が強制通風方式となっており、 当機は排熱を車内暖房に利用した。3509以降は自然通風方式となっている。3301.3501系統の試運転の、後、休行運用を中心に、ラッシュ時の準急や区間休行に投入された。ラッシュ時は一部の区間休行運用を除いて4から5連で運行され、昼間時以降は3連で運行された。大型車5連と、 小型車5連で比較した場合、車体長が大型車の約95メートルに対して小型車は約74メートルとなり、床面積では小型車の約1.6倍、乗車時員で約1.5倍と大型車投入による輸送力増強効果は大きなものがあった。本形式の投入と同時に平用軌道線から71型を 温泉系の支線である、向川線と天ヶ崎海岸線に転用することで、急行系小型車を捻出。これらの車両を活用して輸送力増強を図ったほか、小型両運転台で輸送力の小さい701型を置き換えた。また、搭乗直後から3 0 1 1系の検査入場時には、特急運用に投入されたこともあった。 1960年9月のダイヤ改正で特急が10分ヘッドの運転となると本形式も本格的に特急運用に充当されるようになった。その後3601.3701型が増備されると同形式の増結車としても活用されるようになった。河川電圧の直流 600V から直流 1500V。 ボルトへの昇圧を控えた1965年に、両形式とも昇圧後も、単車走行可能な形で、昇圧改造がなされた。同時に、3 3 0 1系及び 3501K3501 から3508の暖房装置は3509以降と同一品に変更された。 そして1967年3月には最後まで、向川線に残っていた881型を3301型によって置き換え、半身の車両大型化及び高性能化を達成した。1967年11月に、河川電圧を直流6 0 0トから直流1 5 0 0トへの、昇圧を実施するとともに、ATS の取り付けが行われた。 約半年後の1968年4月には、神戸高速鉄道が開業し、同社を介した山陽電気鉄道への相互乗り入れを開始した。本形式も他の急行系車両と同様に、山陽電気鉄道本線スマウラ公園駅まで乗り入れることとなったが、単車走行可能な特性を活かして、 ここから6連運行が状態化しつつあった本線の優等列車の増結車として活用される一方、2連運行が基本の三宮西急上館の西大阪特急にも充当された。3 5 0 1系の冷房改造は7 8 0 1系3521型に引き続いて1973年から1974年にかけて実施された。 奇数者と偶数者で固定編成となり、単車走行は不可能になった。制御装置は二両ユニットで、そもそも測性同付きの三菱電機製 1C8M 方式のアブフム68から15無駄に乾燥されたほか、偶数車のパンタグラフは撤去され、制御装置は奇数者に、電動発電機や空気圧縮機は偶数者に設置された。 冷房装置は分散式のマウマイナス13や1型で、奇数車には6台、偶数車には7台搭載された。車内には補助送風機として、ラインデリアも取り付けられたほか、冷房機搭載スペースを確保するため、パンタグラフは下枠交差式となり、取り付け位置は運転台側から連結面側に変更された。3301K の冷房改造は、 7801、計二次車と共に、急行系車両最後の冷房改造車として1975年に施行された。改造内容は3 5 0 1型とほぼ同じであるが、制御機の乾燥は実施されなかったほか、パンタグラフを神戸よりに一節の上下枠交差式に乾燥した。床下スペースの関係から自社に冷房用電源を搭載できず、 平結車両から受電する方式となった。炭鉱運用の向川線では冷房は使用できず、ラインデリアのみを使用して運用していた。阪神3501系、冷房改造後冷房改造後も、各種機器の取り付けや乾燥が実施された。まず行き先表示器の設置が3501型は1978年。 3301型は1981年に実施されたほか、社外放送設備の取り付けや列車無線装置の VHF 方式への換装も行われた。3301型は冷房改造後も、本線では主に増結用として使われ、準急や区間急行の運用に残っていた5両などの奇数両編成の運用では重宝された。 炭鉱時代の向川線では3301系の一両が向川線で3両が7801型などと並結して運用されていたが1984年4月の向川団地前駅延伸の際に炭鉱運転から2両編成とされたため3301型は本線に戻ったまた3501型は本線急行特急や 西大阪線運用につき、末期には、電気ブレーキ装備ということで 3801.3901K の増結用としても重宝されていた。登場から30年近く経った1980年代半ばになると、老朽化と直角カルダン駆動の保守に手がかかる、本形式は置き換えの対象となった。廃車はまず、向川線の二連化で本線の増結運用に、 専用されるようになった3301型が、5連運用の減少に伴い1986年に4両とも廃車となった。8 0 0 0系の増備に伴い、3501型も1986年から廃車が開始され、1989年3月に全廃となった。3301型は廃車後4両すべてが、 京福電気鉄道福井支社に移籍して、同社の模範2201型となった。赤同社では、唯一の他事業者への譲渡事例でもある。譲渡にあたり、向川車両工業で改造工事を実施し、台車、主電動機は、国鉄101系電車の廃車発生品に取り替え、電線を撤去し、電動発電機を取り付けたことで、炭鉱運転時にも冷房が使用可能となった。 同社としては初の冷房車であった。2001年に越前本線の衝突事故で2201が廃車となった。越前鉄道移管後は同社の MC2201 型となったものの2005年5月に2202と2203が主制御機の老朽化のため廃車、解体された。残った2204はその後も9年間にわたって運行されていたが、 2014年10月26日、限りで実に56年にも及ぶ、現役生活を終えて、引退、廃車された。阪神3501系電車に関するカテゴリー、越前鉄道 MC2201 系電車に関するカテゴリー、京福電機鉄道も、は2201系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。